ハンドボール女子男女通じて史上初の金メダル。過去7度優勝の王者韓国を破る大金星アジア大会。第19回アジア競技大会中国広州5日大会12日目。ハンドボールの女子日本代表織姫ジャパンが3連覇を狙う王者韓国を29対19で破り、男女通じてアジア大会史上初の金メダルを獲得した。 準決勝でカザフスタンを40対22で下し、2大会ぶりの決勝に進んだ、織姫ジャパンは昨年のアジア大会選手権、11月から12月の決勝で延長戦の末に敗れていた韓国に解消し、同大会4度目の決勝で初めて頂点に立った。さらに韓国戦は13年から18連敗中だったが、その連敗求止める大金星となった。 前半は韓国に先制されるが、石川空20がチーム最初の得点を挙げると、毎試合最多得点の相沢夏樹24らがシュートを決めリードする。吉留幸25は相手キーパーをかわすループシュートを決めるなど、主導権を握る展開に。前半終了間際、韓国の攻撃が続く中、キーパーババーツコ28のファインセーブで連続失点を防ぎ、前半は14対8で折り返した。 後半は徐々に韓国ペースとなるが、日本もパスカットからカウンター攻撃を決めるなど、拮抗した展開に、相手がファウルで2分間の退場により、数的有利の中、19、11とリードをキープ。終盤も攻め込んでくる相手に、キーパー、斎藤尚26が、ファインセーブを連発するなど、前半からのリードを守りきり、見事アジア大会初の金メダルに輝いた。 さらにこの日、男子の3位決定戦が行われ、日本はクウェートに終盤逆転を許し、惜しくも30対31で敗れた。